ここはどこだ。俺はここで何をしている。どうしたの、こんなところに一人で。またお兄さんと喧嘩したの。お前は。今の夢は。ようやくお姫様のお目覚めですね。なんだてめえか、ペロニア。ちょっとちょっと、エスタロサ様、それは聞き捨てならないです。つきっきりの看病をしたのはこのペロニアですよ。看病？実験の間違いだろ。すっかり元気になったみたいで、何より何より。何見て喋ってんだ。おい、マーリン、師匠が煉獄とつながってるってどういうことだよ。言うなれば、ホーク殿はこの世と煉獄をつなぐ回廊だ。俺が煉獄と。魔人王は長らくホーク殿の目を通し、団長殿を監視し続けていたのだ。マジか。あ、だとすればホークを通じて煉獄に行って、魔人王から団長の感情を取り返せばいいんじゃない。残念だが不可能だ。え、どうして。呪いをかけられた団長殿は例外に、煉獄へ行き戻ってこられた者を私は一人しか知らぬ。一人。でも一人はいたってことだよね。我が父にして賢者の都の長だった男だ。彼は研究の末発見した煉獄への扉をくぐり、たった一分だけ足を踏み入れ戻ってきた。廃人となり果ててな。一分で。彼は死の間際まで煉獄の詳細を上事のようにつぶやき続けた。灼熱と極寒が入り混じる大気と猛毒の大地にして、生ける者の肉体を破壊し、歪んだ時空は一分の時の流れを一年にも変え、死せる者の魂を蝕み犯す。感覚は失われ、頼れる者は第六感のみ。魂を砕かれし亡者と化け物が獲物を求め跋扈する混沌の国。そんな地獄でどこにあるかもしれぬ団長殿の感情をどう探し出す。何よりそれを捕らえているのは魔人王であることを忘れるな。相手が悪すぎる。諦めろ。でも、でも。そんな、諦めろと言っても。じゃあどうすれば。俺が行く。バンさん。あいにく俺は不死身だ。私の話を聞いていたのか。仮に行ったところで団長殿の感情を見つけられる保証も、取り戻せる保証も、何より戻ってこられる保証もないのだぞ。かもな。マーリンの言う通りだ。君にもしものことがあればエレインはどうするんだ。バン、みんなで別の方法を考えよう。頼む、やらせてくれ。この手でダチを救いて。それくらいできなきゃ惚れた女を守ることは絶対できねえだろ。仕方あるまい。ネーネーの呪い発動まで時間がない。よう、ゼルドリス。裏切りの滞在人が敵地へのこのこと。いい度胸だな。
しかも不浄の女神を伴い戻ってこようとは、おしゃぶりの鬼がついていながら、なんたる不始末。わしは反対したんじゃ。こんな女は一刻も早く始末するべきだと。いい加減にしろ、チャンドラ。だって単純な要件さ。俺は魔人王になるために来た。魔人王になるのはこの俺だ。だからなんでそう俺だけのけものにするかな。この世にたった三人の兄弟だろ。ぶっちゃけ魔人王の椅子なんぞに興味はねえが、お前らが奪い合うなら俺も混ぜてくれよ。生きていたか、エスタロッサ。あの人はメリオダスを一度殺した。でも不思議だわ、その前に一度どこかで会ったことがあるような。兄貴こそ元気そうじゃ。お前はエリザベス。どうして私の名前を。あなたと会うのはこれが初めてよ。さあな、俺にもよくわからねえな。あ、やっぱり気が変わった。俺は魔人王の椅子取りゲームから降りるわ。その代わりエリザベスを俺にくれよ。えっ、えひー、こりゃ都合がいい。今さら兄弟喧嘩をしに来たわけじゃねえが、二つだけはっきりさせておく。うん。魔人王には俺がなる。エリザベスは誰にも渡さねえ。ふぬけの分際で欲張ってんじゃねえぞ。今さら貴様謎に俺の野望を邪魔されてたまるか。ゼルドリス様、動くな。俺たち兄弟の問題だ、引っ込んでろ。おな、め、これ動いたら死ぬやつでし。これぞオータル威厳、オータル力。チャンドラーは感動の涙を禁じ得ません。バカな、魔人王の魔力を持ってさ、幾度も体を動かせんだと。父上の言う通り、メリオダスは本当に面白いよ。メリオダス、こないだとはまるで別人。メリオダス、もうやめて。これ以上続けたら。あんたは確かにあのメリオダスだ。次期魔人王と噂され、四大天使すら恐れた俺の憧れの兄貴だよ。ふぬけ呼ばわりしたことは謝る。とはいえまだ諦めやしねえがな。ふざけるな。兄者が認めても俺は認めんぞ。断じて認め。メリオダス、貴様が魔人王の力を求める理由は所詮その女と自分にかけられた呪いを解くためだろう。そうさ、そのためにお前が親父から借り受けた魔力を奪いに来たんだ。だが今ので分かった。正直当てが外れたぜ。借り物の魔力を奪ったところで呪いを解く力はねえ。黙れ黙れ。魔人王になるのはこの俺だ。抜け目ねえな。ああ、もう惜しい。ゼルドリス、お前が魔人王にこだわる理由は分かってる。黙れ。ゼルドリス様、どうされました。いいだろう、貴様に協力してやる。正直気は進まんがな。どういう風の吹き回しだ。脅迫でもされたか。だが貴様の言う通り、俺の借り物の魔力を手にしたところで
父上の力には及ぶまい。それとも魔人王の域に達するまで鍛錬でもするか。それじゃあ時間がかかりすぎる。俺たちにはあと3日の猶予もねえ。ゼルドリス、エスタロッサ、お前たち2人には全ての海軍を回収してきてもらいて。どういうことだよ。かつて親父は広大で無秩序な魔界を支配下に収めるべく、しもべに自らの力の半分を分け与え、一気に制圧しようと画策した。だが強大すぎる力は、己の地位すら脅かしかねねえ。親父は効率よく魔界を掌握し、決して一人に強大すぎる力を与えぬよう、その力を十遍に分け、十人の戦士に与えた。それが十回だ。海軍を全て吸収すれば、俺は魔人王と同等の力を得ることができる。おいゼル、そんなことが本当に可能なのか。次回。裏切ったゴーセル、グロキシニア、ドロールの海軍はすでに回収済みだ。マジかよ、見せろ。クヒト、面白い。さっさと俺にも回収法を教えろ。なんだよその面は。人手は少しでも大いに越したことはねえだろ。ん？オーゼン、メイヘン、カイシマ。おい、何の真似だ。ゼル、まさか俺の海軍を。のじめ。何も起きねえぞ。海軍の回収には本人の同意がある場合、戦闘不能にある場合、いずれかの条件が必要だ。それを先に言えよ、驚かせやがって。だがどうする。メリオダス、魔人王への忠誠心がなかったゴーセルとグロキシニア、ドロールはあくまで特殊ケースだ。皆魔人王に強い忠誠を誓っている。拒まれれば当然奪うことはできんぞ。なあ、殺しても奪えんのか。何？いや、言い方が悪かったな。ほらあれだ、もしも誰かにやられていた場合って言いたかったんだ。仮に実戒が死ねば海軍は死体にとどまる。剥がすのは容易だ。まずは倒されたガラン、メラスキラ、グレイロードから海軍を回収する。グレイロードの海軍ならここにある。何？次回、この時のために奪っておいた。メリオダス。残りの海軍はお前らで何とか探し出してくれ。なんだよメリオダス、自分は一人高みの見物か。魔人族の裏切り者に海軍をおとなしく渡す奴がいると思うか。だからお前らに任せるんだ。頼んだぜ二人とも。自分の立場をよくご存知のようだ。なんだか面白いことになってきたじゃねえか。裏切り者が戻ってきて、今度は俺たちの王になろうってんだ。念のために言っておくぞエスタロッサ、くれぐれも回収した海軍を取り込もうなどとは考えるな。うん、行くぞ。エアマーチャナージェ、ヒヌクノート、ノーク、シェヒゾナク。なあバン。なんだよ師匠。ちゃんと戻ってこいよ。お前がいねえとうまい残飯が食えなくなっちまうんだからな。心配すんな。必ず戻る。それまでエレインのことは頼むぜ。マジカリオリ、トゥネフ。バン。なんだ、浮いてんのか。違う、ここが煉獄。お願いメリオダス、考え直して。魔人王になるなんて絶対絶対にダメ。これ以外に方法はねえ。分かってくれエリザベス、何があっても呪いを解く。俺とお前の約束だ。私だって死ぬのは怖い。いえ、転生して今の記憶を失ってしまうのが怖いの。
父上や姉様たち、ホークちゃん、ディアンヌ、エレイン、七つの大罪のみんなを忘れるだなんて。でも何より一番怖いのは二度とあなたに会えなくなること。呪いを解けばきっと私は助かるかもしれない。記憶だって失わずに済むかもしれない。でもそのためにあなたが魔人王になったらどうなるか自分でも分かってるんでしょ。魔人王の力は強大だ。俺はおそらくこの世界に存在し続けることができなくなる。なら呪いを解くことに何の意味が。私は嫌よ、あなたのいない世界で生きていくなんて。そんな心配はしなくていい。お前は母親の呪いで生まれ変わるたびに俺を好きになるよ思い込まされているんだ。呪いさえ解ければそんな思いは全部綺麗に消えちまうさ。だから心配するな。本気で言ってるの？あなたを好きなこの気持ちは誰かに作られたものだと。でなきゃありえねえだろ、生まれ変わるたびにこの俺だけを好きになるなんて。なら、どうして私が助けを求めても放っとけばよかったじゃない。どうせ死んで何もかも忘れて転生するんだから、私じゃなくてもっと別の誰かを好きになって生きる道だってあったじゃない。仕方ねえだろ。何が仕方ないの？いつのお前も、女神族だったお前も、リオネス王女のお前も、俺は全部好きなんだ。メリオダス、私だって断言できるわ。106人のエリザベスたちが、リオネス王女の私が自分の意志であなたを好きになったって。お前がずっとずっと愛しくてたまらなかった。こうして触れるたびに心が踊って仕方がなかった。なのに今は何も感じねえ。だから分かってくれエリザベス、俺に残っているのはお前との約束を守ることだけなんだ。そうなら私にも考えがある。私は七つの大罪と協力してあなたが魔人王になるのを全力で阻止する。バカな真似はやめろ。離して。殴って気が済むなら殴れ。バカ。あなたが私を救おうとするように私もあなたを救いたいの。待ってて、メリオです。